皆さんこんばんは。3月16日、午後10時の放送でございます。いやーね、もう3月ということで年度末でございますよ。もう皆さんね、決算だ言うてね、忙しいところでございますけれどもねはい、まあ4月になりましたらまたね、気分を新たにこうスタートできるということで、あともう少しの、辛抱でございますよね。まあ我々、はですね、本当にもう今までもそしてこれからも変わらずにラジオやっていくわけなんで、ね、皆さん本当にいつもの気持ちでね、聞いていただければと思います。そんな感じで参りましょう。ネクスト G のお笑いしたいです。改めましてこんばんは。ネクスト G のお笑いしたいですのお時間でございます。さあ、この番組は、仙台を中心に活動する、お笑い集団 T ライズネクスト G の面々がお送りするトークバラエティとなっております。月替わり MC は私、相澤和也がお送りしてまいります。そしてメンバーはいつものこの皆さん。はい、こんばんは、関与太です。こんばんは、前沢チャンネルです。こんばんは、深夜クルチャリブレこれからライダーです。はい、よろしくお願いいたします。さあ、今月も元気に、はい、お送りしていきたいと本当か元気を感じない元気ですそう僕はもうこれがデフォルトなんで。あ、はい、元気を売りに。デフォルトじゃダメじゃない？さらに上行かないと。上行きますか？上行きましょうよ、うん。さあ、ということですね、皆さん月に一度の放送ですからね声でけえだけです。声でけえだけ。いや、入ってますか皆さん。リンゴ大会。リンゴ大会24。あなんで MC がめちゃくちゃ言わないかリンゴ大会の MC に空気清浄機最後ないだろリンゴ大会じゃないんでね、はい、いつも通りねお送りしていきたいと思います。さあ、なんと今日はですね、久々にゲストの方に、来ていただいております。自己紹介お願いします。はい、移住してからやっと呼ばれましたファンガールです。お願いします。はい、お願いします。そうなんですよ、久しぶりでございます。長いことね、出れなかったんで。以前はね、その石巻のお笑いマスターでね、はい、大会の時に、出ていただきましたけれども、はい、もう T ライズに所属されてからはもう初めて。そうですよ。いや、いつ呼ばれるのかなと思ってそうです。意外とね、この番組呼ばないんですよ積極的じゃない。今もうこっちではいはいやってるわけですよね。そうです、石巻に住んで所属というか、所属してます、いきなりライブも出てますからね。そうか。しかもネクスト G じゃないんですよね。本所属なんですよ。じゃあもう完全に我々の方が下というか。いや、まあ、我々ネクスト G のね番組ですからこれ。そうか。え、はい、じゃあどこに行けばいいんですか。このスピードでは我々の上ですか。そう。我々が。メンバーのカードを使って、ね、ネクスト G の番組ですから。そうか。はい。いや、ただの G はどこに行けばいいんですか。ただの G。いやでも通常の G。雲の上の存在ですから、ね。そう。殿堂入り。殿堂入りです。ネクスト G からの脱却の仕方まだ分かってない。そうなんですよね。抜けられてないので、何をしたら抜けるのか。なんかね、あるんですよ、その中一人で、うん、その中、まあ、営業じゃないですけど、イベントに一人で行けるみたいな、なんかそういう、過去多分赤坂さんぐらいしか脱却した人いない。そうなんですよ、歴史上そうなんですよ、本所属になってますから。あ、何かあります。そうです、はい、それでみんな、そう、本所属する前に辞めちゃう。企画しちゃう、これは無理だ。そんなに厳しい。厳しい世界。そうなんですよ、なかなか厳しいですね。そうでございますか。ファンガールさんもう20年東京でやってるってこの地方がありますから、うん、なるほど。なんか最初から G の方に。そうそう、G の方なんかよくわかんないですけど、東京に弱いからな、うちの事務所はな。そうですね、東京って言われたら落とされる方、あわわしちゃうから。ああ、東京、あった東京地域を根ざした活動のつもりなんですけど、めちゃくちゃ東京の方向見てます。常に見てますから、コンプレックスがすごい。東京へのね、はい、どうもね、今日はファンガールさんを迎えてお送りしていきたいと思います、はい、ということでメールお待ちしております。762@radio3.jp 762@radio3.jp です。たくさんのメールお待ちしております、うん。さあ、改めましてネクスト G のお笑いなんか一体どうした今日は。調子悪いの。緊張してんのか。緊張じゃない。何、どうしたの。噛む時もありますわ。お、まあ、普段まるで全く構わないですけどみたいな。いやいやいや、ちょっと弱い部分見せてもいいでしょみたいな。ああ、ね、ちょっとギャップでしょみたいな。すいませんでして、すいませんでして、キャバ嬢か。ちょっと混んで見せちゃうみたいな。あ、なるほど、ね、そうそう、ちょっとね、好きなのか作り直して作り直して。ネクスト G のお笑いしたいです、はい、月替わり MC の相澤和也です。そしてメンバーは、はい、関与太です。前澤チャンネルです。深夜クルチャリブレこれからライダーです。はい、そしてゲストでフワンガールです。はい、よろしくお願いいたします。
ですか。早速なんですけど、ちょっとメールをね、久々にいただきました。メールありがてー、はい、この時代にね。さあ、はい、この時代にね、お久しぶりでございます。ラジオネーム、新たの沢さん。おー、お久しぶりですね、ありがとう、はい。ありがとうございます。関さん、前坂さん、和也さん、これから枝さん、こんばんは。はい、こんばんは。はい、毎週ネクスト G のお笑いしたいですの放送をチェックしているのですが、はい、なぜか早坂と前坂と名乗る男性デュオの放送が流れていました。はいはいはい。ところでケミストリーですね。ケミストリー。ケミストリー。元面元面メンバー。元メンバー。何とかないか。元メンバー。ゴロッと言い換えて。ゴリメンではない。ゴロッと変わってない。はい。ところで皆さんはサウナ好きですか、お笑い芸人さんの間でもサウナ好きの人が多いらしく、有名なところではアドバルーンの小野さんがそうですよね。あとは、元1位なんですあとは元ダブルコロのネズチさんもよく整いましたって言ってましたよね。あ、これはあの、ね、謎掛けのことですね。ああ謎掛けのことです。なんか言わなくてもよかったです。チャンスこれね、ちゃんとねこれ斜線が引いてあるここはボケですよっていう、ここは読んでね優しい線が引いてあるんですよ。ここでボケましたっていうアピール読まなきゃね、かわいそう。それはせっかくボケてくれてるんだから、はい。自分もスーパー銭湯が好きで、仙台に住んでいた時はよく通っていましたよ。そして今住んでいる、場所も徒歩圏内にスーパー銭湯がある場所を選んで引っ越したのですが、コロナ禍でスーパー銭湯が閉店をしまいました。確かにそうなんですよね。皆さんのスーパー銭湯やサウナに関するこだわりや面白い体験談がありましたら、はい、ここ皆さん車線来ましたよ。熱く語ってください。サウナだけに。あー、おー、サウナだけに。そういうことか。整ってますね。大丈夫だよ、皆さん。そんなことない。スーパー銭湯ね。スーパー銭湯サウナ。スーパー銭湯はどうですか、ね、僕が好きですよ、スーパー銭湯。あ、よく行かれますか。あ、よく行くというわけじゃないけど、なんかね、はい、金払って風呂入る、この時代、この日本に生まれて、はいはい、この豊かな国に生まれ、この時代に生きて、はいはいはい、お金を払って、風呂に入る、はい、なんかすごくこう贅沢だなって思いませんだって。まあね、まあ確かにね、温泉とかだと思いますよ。うん、天然温泉とか、まあまあまあ、温泉なのかもしれないけど、うん、別に、旅館とかでそういう気分で入るとかじゃないじゃん、うん、普通に行ってさ、うん、入るわけじゃんか、クローバーとかで行って、うん、なんかすっごい贅沢だなっていうのはある確かにね、嫌いではない、スーパーさんは、まあ、温泉ありますけどね、確かに行くことは。だサウナはな、サウナ室あるけどね、はい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 、なんか入んないな俺確かにね、なかなか行かないですよね、サウナあれ。なんかさ、入っちゃったらさ、はい、なんかあれじゃん、お来たか。ああ、そうですね。なんか勝負がそんな感じがするんですよ。前に入ってた人。そう、ライトな感じで、うん、どんな感じなのよ、サウナってなんか暑いんでしょ、うん、みたいな感じで行きたいのに、うん、なんか入っていくと、お、来たか。みたいな雰囲気を作るじゃん。そう。俺に叶うからみたいな。やっぱここからだよな、みたいな。あの、そう。そう、たまにいるんですよ、その職人みたいな。そう。もう入ってるみたいな。あのガチ感が苦手です。もっとライトに楽しみたいな。確かにね。でもあるかな。サウナは行きます？サウナ。サウナなかなか行かないです。不安さんとかどうですか？いや、バイトでね、まあ、大江戸温泉とか、そういうところで入ったり。そうだ。他にも、まあ、スポーツジムの掃除やってて、スポーツジムのお風呂があってサウナもあったんですよ。はい、あるね。その時にサウナ行く機会があるんですよ。掃除でサウナ掃除したりとかもしたから。まあ、嫌ですね。嫌なんだ、やっぱり。なんか、楽しみ方がずっとわからない。わからないです。何を持って、こう、どういう気持ちで行ってるのかがあるんでしょうけど。そうなんですよね。うん、いや、ちょっとこれサウナのね、専門家に聞かないとね、ちょっとわからないんですよ。いますよ、ね、サウナの専門家。サウナの専門家。サウナの専門家。はい。え、いるんですか？それがしかな。あれ？それがし。それがし。大丈夫か？おそれがし。今行きます。いいか、風俗レポライターが。行けます。行けなら今です。行けますか？結構でもサウナ本当は行きますけど。行くんですね。ね、駅前にあったりとか、あと、スーパー銭湯とかも、はいはい、結構行きますね。うん、はい、それだけです。だいぶ軽装できましたけど。軽装で。だからその、まあ、入り方っていろいろあって、はい、そのままただサウナだけ入って、まあ、楽しむ人もいれば、サウナ、水風呂を繰り返して、自分を高めるみたいな人も結構いたり。高める。よくサウナ、水風呂は確かに聞くんだけど、あ、はい、何なのあれ、うん、何がしたいの？体にいいんじゃないですか？噂によると。でもなんかさ、暑い寒いをさ、繰り返すとあんま良くないようなイメージがあるんだけど。体ぶっ壊れそうですよ。風邪ひくときやりたいやつね。食器みたいなもんですか、うん、でもなんか、よく言うのは、その、男性器は、その繰り返すと、活発になるみたいなことは言いますよ。
そうなんです。そうなんです。ライダーさんも活発に活発にしようと思って、活発なんですけども、うん、それを使うところがないというね。そっか、そっか、そっか、そうなんですよ。銀銀のまま書いて、銀銀のまま書いて、状態はいいね。監督が使ってくれないんで、監督が使ってくれないんですよ。監督のせいにしてる。そう、俺行きますよって言ってます。めちゃめちゃ状態いいの、状態いいのに、キレ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 キすごい出るっていうから、だからやってみたんだけど、なんかその体から出る赤が怖くて見えなくて、まあ、そんないやなんかわかんないけど、なんかおじけついちゃって、すげえ痛えの。はい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 。ありますやったこと。いや痛いっていう話はよく聞くんで、いやめちゃくちゃ痛い。結構ねぐいぐい行きますからね、あ、こんななんだっていう、痛めつけられるんだこんな感じでみたいな。もうすごいなんかおばさんがさ、うん、ベテランのおばさんみたいな、もう待ってるの入るとか、はい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 、手にその専用の手袋を擦りたくて擦り待ちを擦り待ちを喧嘩じゃねえから、そう喧嘩が浮いてるよ、ね、もう根こそぎ落とすよみたいな、おおと思って、それはありましたけど、はいはいはい、なんかでもそうだね、サウナはないか、スーパー銭湯で確かにね、なかなかサウナとかいろんな種類もありますよね、サウナね、そのミストサウナとか、はいはいはい、塩サウナとか、いろんなのがあるんですよ。塩サウナってどういうやつ？塩サウナ。なんか塩がね、すげえ量、その力士が使うぐらいの量がもうボンって部屋の真ん中に置いてあって、水泉の。水泉の投げる時のコウモリさんみたいな、そんな感じに乗ってて、それをなんか体に塗るみたいな感じで。塗っちゃうんですか？水戸泉が塗ってる。水戸泉はいないですね。水戸泉一人しかいないから、全国の塩が気にしてるわけじゃないです。忙しいな、忙しいな、今日イベントなんだっつって。行けないから、塩塗りがあるんだって言えないから。塩を塗ることでその血行、マッサージ効果で血行を良くしたりとか、なんかその体のデトックス、塩はやっぱりその塩分を吸っていくんで、よりあのデトックス効果、塩分、水分をね、水分を吸っていくんで、よりデトックス効果が高まる、老廃物を起こす、老廃物を起こすっていう、魚のぬめりと一緒に、そう、そんな感じだと思います、本当に。なるほどね、ぬめりがどんどんぬめりが取れて、その後だからシャワー浴びて触ると結構スベスベしたりしますよ、肌が。美肌効果みたいな、美肌効果ありますよね。それでみんな行くんだ、こぞって。こぞっては行かないですよね。なんかすげえ流行ってるサウナ。サウナは流行ってますね、サウナは。はい、何で流行ったのあれ。なんかきっかけとかね、絶対あるでしょ。サウナが流行ったきっかけって何なんですかね。全然詳しくないじゃないか。それは分かんない。なんかそのテレビとか、はい、そのなんか漫画とかでやってるイメージとかはありますけどね。サウナの取り扱ったやつとか、いいもんなのかね。逆に言うと、そのサウナの前に岩盤浴があってありましたね。岩盤浴ブームがあって、なんかカップルでもね、なんか入ったりとかするみたいな、その波に乗った人たちがその暑さを体験することを忘れられなくなって、新しいサウナに行ったりとかするんです。そう、サウナがあるじゃないかと。そう、あの子とは別れたけど、俺にはまだサウナがあるんですよ。そうなんだ。サウナにチャレンジして元に戻ってきたって。元に戻ってきた。なるほどね。結局はそうシンプルイズベストですよね。やっぱ気になるのが、こうサウナ中ってこれ何考えたらいいのかなって。そうだ、ね、それがちょっと気になるっていうか。でも結構ね、長い時間入ってますけど、うん、サウナの人たちはサウナしてる間何を考えてるの？最近はまあテレビついてるところがほとんどなんで、うん、まあテレビ見て、まあ今何分だってテレビの時計見ながら、こう自分は何分待って、自分へのあれもあんのかな、こう、そうっすね、耐えるぞ、戦いみたいな。それこそ、なんだろう、音もなく、うん、テレビもないときは、もう来た人と対戦、勝手に対戦していくみたいな。ああ、ねえ、ね、あいつ今来たけど、俺の方が絶対長くてやるぜ、つって、うん、結構な強者が来たりするんですよ、その後、はいはいはい、で、あ、やばいかもって思うときに、相手が先出るたってすると、よしよし、ちょっと待って、それが嫌なんだよ、だから俺もだから、はい、そう思われるわけじゃん、いきなりバトルフィールドだね、そうそうそう、アトリートファイターみたいな、違います、そんなんじゃないですけど、俺より後に来たのに、さっき出たなみたいな雰囲気を出されますって言われるわけでしょ、でも、それはね、あるんですよ、だから、その後から入ってきた人は、うん、その一回そこで冷たい空気を中に入れちゃってるんですよね、入るときに。なるほど。だから、すぐに出られたら、お前のせいで、あったかい空気が2回も逃げてるじゃないかっていう怒りもあるわけですよ、先に。そんな、そんな、マルシャレス、冷たい空気が。濡れ牛だよ、そんなの。家で作れ。一人でやってる、それは。毎回行くたびに、入って、その、もう対戦形式みたいな空気出されて、
一体今何をしているんだろうってなって気分に出てくんで、最初も繰り返すんで分からなくなったら、ここはバトルフィールドで書いてればいいんだよね。ああ、確かに戦場です、VS、戦場ですよって、そういう設定だったらいいけど、うん、そうじゃないのにさ、対戦モード、一人モードみたいな分けてもらって、分けたら面白いかも、うん、嫌いだな、サウナ。いや、俺のせいだよ。皆さんね、マイペースに、マイペースに楽しんでいただければと思います。じゃあ、そろそろ曲いきましょうかね。じゃあ、不安がある3曲でございます。じゃあ、紹介お願いします。はい、アーティスト名があれですね。エルレガーデン。はい、エルレガーデンの桜って。いや、ピローズのハニーバニーを流したかったんですけど、なかったんで、カバーしてるエルレガーデンのバージョンで、はい、エルレガーデンでハニーバニーです。なるほど。さあ、後半戦でございますけれども、ね、さあ、ね、やっていきますけれどもね。何だよ、何だよ、冷めちゃう。みんなこっち。もう話題ねえなみたいな。サウナ入ってたんですいません。ああ、長いね。サウナちょっとね、トークとして。じゃあ、さらに面白い話が。面白い話出ちゃうだけだ。そうそう。出しちゃうわけだ。まあ、出ちゃう。出しちゃうとか大事だ。主曲のね。主曲のね。やってくださいよ。セレクションも。そう、ベストセレクション。ベストセレクションとかないですよ。今日、ファンさんは、今日ね、T ライズスペースの方来られてましたけれども。はい。ツイキャスをですね、これから今トータイでやった、またかお前させていただきました、本当にツイキャスは頑張ってるよな、なんかさ、そういうツイキャスとかさ、そっちもね、SNS ね、頑張ってますよ、直接見られない、だから直接傷つけられない舞台は積極に立つよな。ねえ、SNS の方が残酷だから。それ言ったら SNS の方が残酷だから。路上ライブとかだとさ、やっぱりその瞬間ね、だからつまんねえぞとかあったりするけど。それはだから時代だから、時代だから。でもツイキャスだったら直では怖いじゃん。文字で出るかもしれないけど、目の前にこうリアルに声を聞くことができる。つまんねえぞって言わないから、そうそう、調子は乗ってますよ、それは。そのね、それはアンチ湧かないから調子は乗りますよ、それはね。で、好きな人しか見に来ない、基本的には。好きな人しか見に来ない。そうそう。それですよね。だからそういうところでちょっとこう、そうそうそう、自信をつけるとも大事ですから。やっぱりそのね、もういいんじゃない。試合前とかもうそんな自信いらないじゃん。長いことやるからやらない。あれですよ、ファンガールさんのツイキャスってことですもんね。そうですね。それにゲストで、はい。お、ゲスト？ゲストで。大丈夫でした。まあ大丈夫かとか、まあ結構あれ大丈夫でしたっけ、確かあれそのなんでライダーさんをそのね呼んだのかということですね、はい、なかなかいないですよ、まあアシスタントと言いますか、はいはい、まあツイキャスを通じて、まあね、はい、ちょっとコロナ禍の世の中でなかなかお客さん入れてライブやるの難しいって言われたんで、じゃあちょっと新ネタ何本かまとめてちょっとおろしたかったけども、どうしようお客さん入れてできないな、はい、あ、ちょうどいいお客さんがここにいるじゃないかアシスタント系でお笑い好きっていうのがそのみんな他の数とか前作家みたいにそのお笑いをやったりとかお笑いに対してその熱があるって好きじゃなくて単純にファンなんですお笑いが面白いことなんですけどサポーターとしてめちゃめちゃ好きファンなんだ、笑ってみたいですよ、そうなんですよ、だからTライズの、ね、配信とか見てもらえればわかると思うんですけど、はい、これかライダーさんがそのいるときやっぱ笑い盛り上がりが違うんですよすごい受けてる感そうだあれ大事ではね、逆にライダーさんがその欠席してるときはちょっとみんなで頑張って盛り上げましょう、いやいや一回ちょっと決起をしないと、ただ今日1時間やってみたんですけど、1時間やったら後半バテバテで、そう意外とバテたなと思って自分でも笑い要因に呼ばれるとそこまで盛り上げてくれるかと思ったら後半バテちゃってあんま声聞こえないですね、よく笑うよね、いやいやだって笑ってたら子供だったらどんなに可愛いか可愛がって今でも本当笑うよね、なんか笑いますね、だってなんかたまにこうさラジオの収録前とかでさ、こうテレビたまに長いから普通のバラエティーさでなんかトークバラエティーとかやってて、まあ見るんだけどもうすげえ笑う声出してさ笑わなくない、いやまあテレビ見てなんないですよ、面白くてもみたいな感じでちょっとこうにやけたりとか一人笑いするじゃん、もう堂々とすごいめちゃくちゃ笑う、いや何々って突っ込んだり、そうテレビと喋るんですよ、そうそういうタイプ、本当にそういうタイプ、めちゃめちゃうるさいから親にいつも怒られるんですよ、テレビと喋ってんじゃねえよって怒られて、そういう喋るじゃねえのかって喋り上げ厳しいよ、話しすぎるよ、それはあるかも、
打ち上げ合いしなくて。嫌だ言わないっすね。お金シリーズがいないんだな。じゃあしょうがないな。よかったーって言って。だからそういうタイプなんですよ。ありがたいっちゃありがたいけどね。でもなんか周りがそんなに笑ってない時、たまにいないライブとかでさ、そのすっげーでかい声で笑うおじさんとかいない？あ、います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 。あれってあんまり良くないじゃん。え？良くないことはないんですけど。みんながすげー受けてた。例えば、あのこっちとしても、まあ、受けるのはいいんだけど、例えばここのボケは、まあ、10段階で4笑いぐらいで考えるのがイメージで、それが欲しいんだけど、で、みんな4笑いなんだけど、1人10笑いでボーンってやるから、すげえ違和感が出てる。あ、確かに。それはすごいある。なんか、あ、なんか、ね、なんかやべえなっていう。俺もやっちゃったって感覚があるじゃん。ある、ある。その、なんか、その、ボケ振り前の、ちょっとした、なんか、ボケみたいなので笑っちゃって、なんか次の大ボケでなんかそこまで笑えなくなるみたいな。あ、ここはこっちが本ボケだみたいな。振りの段階で笑っちゃうから、ごめんって思っちゃう。ありませんか、そういうの。なんかいや結構ありますね。ありますよね。チューニングが取れてないから。そう、チューニングが怖い、合わせが怖いよっていう。転生ぐらいこのジャブで入れたつもりがめちゃくちゃボディ入ってこんな攻撃でいいの？リズムをくれるくらいじゃん。俺っつって。よくないですね、お客さん。確かにね。申し訳ない。ちょっと精査しときます。笑いのね。笑いの精査しときます。コントロールできる。笑ってくるのありがたいですけどね。難しいね。やっぱお客さん作っていくもんですね、ライブっていうのは。そうですね。そうですね。考えたね。それをこう、一人一人弱いでこう。そうですね。ちょっと俺だけでね。そうですね。俺が楽しければいいんだろうけど。一緒に笑ってくれる人募集ってね。そうですね。まあ皆さんはもう全然ね。あのライブに来てくれる方たちは、はい、はい、もう好きなように笑っていただいて、あいつ笑ってるからじゃなくてね、俺はここが好きでいいから、面白いと思った時に笑っていただいても結構でございますんで、はい、よろしくお願いいたします。ということでエンディングでございます。はい、さあエンディングでございます。さあ、フォアさん、なんかお知らせとかありますか？あ、ちなみに放送日これいつなんですか？放送日は16日あ、そうですか。はい、はい、じゃああれですね、3月の、27日にですね、石巻お笑いライブという、はい、お笑いライブ主催してるのがね、やるんですけども、はい、こちらが石巻の川町交流センターの、市民交流ホールというところで、13時半開演の、14時開演ですね、13時半会場の14時開演でやりますんで、入場無料となっております。ただお席がちょっと今回限定20席だけになってますので、はい、はい、出演は不安があるのみという。おお、笑いライブじゃないんだ。単独だ。ライブはやりますんで。そこだ。はい、もうだいぶちょっとあの名前はね使って、新年新の名前を使って単独をやる。新の名前で。まあ、コロナ対策、コロナ対策で頑張った結果ですね、あの出演者一人になるというね。完全にこれなら安全だろうと。確かに、確かに間違いない。どれぐらいやられるんですか、その時間とかは。時間は30分、まあ、以上、まあ、やろうともできるんで、多分そうですね。たっぷりと。はい、まあ、30分から1時間の間ぐらいで多分やると思いますんで。はい。はい、ちょっと残りのね、予約席はもうわずかになってきます。これは急がないとみんな。はい、あのまあ、私のツイッターの DM とか、まあ、リップとかで、大丈夫なので、もしよろしければ、予約お願いします。はい、よろしくお願いいたします。あと時間少ないですけど、今月、はい、ラジオ3であの、はい、伝説の番組が帰ってくるんですか？あれ？あ、そうです、あの相沢和也の大脳マップ2つが待った大脳マップ待ってました。第5水曜日3月30日のないんじゃないか、年に30日絶対しないんじゃないか。第5水曜ありましたか？久しぶりにやります。第5水曜日はい、まあね、あのコントとか、お題をもらってあの漫談をつく三大漫というコーナーがありますんで、気なじみが三大漫、第5水曜は第5水曜ね、やりますんで、皆さん。いや、久しぶりの、久しぶりにやりますんで、よろしくお願いします。来ましたね。はい、ということで今週はここまででございます。ネクスト G のお笑いしたいです。また来月お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。分かったぞ、なんかちょっと調子悪かったのあれだろう、はい、大脳マップ立つからちょっと温存しとこうって。そんなことない。確かにないない。大脳ある月はもう大脳のことしか考えない。そんなことない。飯も飲むことない。そうですよ、マップ立つの視点だから。全然そんなことないよ。自分で収録3日ぐらい前からやべ、どうしよう。地消壁があるね。物理的にやっちゃうからめちゃくちゃ久しぶりなんでね。半年ぐらいなかったんですよ。第5水曜日はそもそもなかなかないから、ね、そうなんですよね。
今月ある飛び飛びでっていうね、うるう年来たみたいな感覚がね、感覚がね、だいぶ空いちゃうから。そうです、やり方もだいぶ忘れてますよ。どうなんですか、あれの方は、芸名の方は。お、ああそうだ、あそうだ、改名をね、そうそう、しようっていう。誕生日に改名って言ったら、もう来月とかになる。そうです、もう来月の4月26日30歳改名。どうしようか。そうですね、芸名、うん、一応なんか考えてたのが、その、まあ、相沢はなるべく残したい。相沢残し、あんまりちょっといないんで、その芸人で、その相沢っていう名字の人は。なるべく残したい。ずっと言ってんな。それなんか俺唯一のみたいな。そう、すげえの見つけたぞみたいな。本名だから別に。別にそんなそんなっていう。そんな言わなくてもね。相沢まるまるみたいな感じで、その、まず漢字二文字の、まあその単語とかを入れるとかね。でまあ、例えばですけど、まあ、相沢名字みたいな、相沢名字、名前にその名字ってつけちゃう、はいはいはい、とか、まあ、多分今言っちゃうと思う、相沢名字っていう名前、相沢山田みたいな、いや名字、名字っていう名前、名前の字ってことでしょ、相沢名字、そう名字、えそう苗にあの文字の字で相沢名字っていう名前で、えってあるよね、うん、そんなに言ってたらお客さん言っちゃう、そのコールされた相沢名字って言った時、え何の話言ってた、一回ちょっと待ってってなだったら名字相沢の方がなんか、ああまあそうだ、あそうですね、そっちもいいです、名字相沢とか、名字相沢、うん、おおしまいみたいな、相沢名字だけ名字か、相沢名字、私ちょっと考えたんですけど、はい、あのさっきもちょっと話しましたけど、相沢くんって、まあ、ネタがさ、まあ、いろいろあるパターンがあるじゃないですか、うん、で、あんまりこう、バシッとした名前つけちゃうと、結構それにこう縛られてるのが、ね、あるかなと思って、だからその、なんか劇団一人的な感じで、一人でいろいろやるから、なんか、相沢、なんか、相沢商店とか、なんか、株式会社相沢とか、あ、いろんな面がありますよ、みたいな。っていう、なんか、いいかなとは思う。あ、なるほど。いろんな面があるか。世界みたいなね、世界観、世界観なんかいたらそんな感じですよ、なんかそういうのだってなんか抵抗なく、なんか名前に縛られることもなく、でも相沢くんらしさも残しつつ、まあまあまあ確かに、うん、別になんか滑るわけでもなんか変な名前なわけでもない、まあ別に全然いますからね、そういう人は。なるほどね、とかどうかなって普通にリアルに思ったんですけど、まあまあまあ確かに悪くはないですね、なんで上からなんで俺めちゃくちゃ考えてくれたんですよ、悪くないでしょ、なんで俺すごいプレゼンしてみたいな、審査員素晴らしい素晴らしいクライアントに対して売り込んでるみたいなというか、うん、とかね、例えばファンガラさんとか芸名、まあ過去にもあったでしょうし、はい、うん、なんかね、そう付け方というか、まあでもあだ名からね、前は清水たぬきって名前でしたけど、うん、あだ名から取ってきたんで、うん、今のあだ名が結局何なのかっていう、僕は言われてるのはかっちゃんです。誰が言う？ニードルさんに言われてる。最近？え、その結構前。いや、結構何、2、3年ぐらい。いや、その少年時代とかさ。ああ、少年。ニードルさんしか呼んでないから、その呼び名。浸透してないから、周りに。違和感でしかないから。まあでも、かっちゃんとか、あと、ザワワって呼ばれてましたね、高校時代。ザワワ。ザワワ。ザワか、アイザワ。そう、アイザワ。佐藤キビアイザワ。佐藤キビアイザワ。アイザワはでいいんじゃないですか。ああ、アイザワは。アイザワは。わ。わか。はあはあはあ。わ一文字。わ一文字、最終的に。ザワさんっていう、言われるっていう。ああ、もう、アイザワは。ザワ。アイザワ。アイザワが良くないのかな。まあね、自信持ってるようだけど、うん、相沢っていうのがちょっと違うの。そう。相沢はやっぱり、なんか、旧姓とか、ね。旧姓、ね、あ、お母さんの名字は小林。ああ、小林か。亜生。亜生だよ。小林亜生。小林亜生。連想ゲームじゃないから。小林亜生、もうね、時代目としてもうね。勝手に、勝手に取っちゃダメでしょ。でも小林はもはやいっぱいいるから別に小林でもいいですよね。小林は、うん、そっか。柔道小林っていいんですか。剣道小林なんだ。柔道小林。小林か、まあ、うん、小林か。どっちもな。小林はいるもんね、なんかね。
まあ、剣道小林さんがまたいますし、ね、まあ、いっぱいいますから、小林は多いね。そっか、相沢、相沢か、やめるか、もうそれとも、あ、まあ、笑いよなんで名前が決まれないからやめますじゃあ相沢和也で相沢和也でも、相沢和也がいいか、やめるよりはやめるよりは相沢和也勝手に一番下に思ってたからすいませんか、ね、なんかね、はい、いいのでもちょっと決めま決めちょっとこれはそうですね、なんかこれでなんか結局変わんなかったって言ったらまたちょっとやっぱな、確かに、あ、実行、有言実行そのパターンねみたいな、やっぱりね、表現力がね弱くなっちゃうね表現力、今日すごい遠いけ遠いんだよ、そうですね、いやいや遠くて近い、遠くて近い、大丈夫、遠くて近い遠くて近いんか、スーパーニヤニヤですか、本当ね、なんとなくね、ですかね、でもなんかつけた方が、はい、まあそうですね、なんかバシッという、うん、バシッ、ね、ピン芸人本名ってなかなかね、まあいますけど、うん、やっぱね芸名があった方がってありますよね、うん、大概はね、はい、アイザック、ああ、アイザック、アイ神戸、神戸アイナクか、あれはアイナクか、そうか、でもまあまあもうちょっと時間はあるんでね、はい、そうですね、真剣にこれは、これ決まんなかったらどうなんですか、本当に、いいで決まんないことないでしょ、うん、決まるまでは引退、ああ、決まるまでは引退、4月31日段階でまだ決まってませんってなったら、うん、はい、もうダメダメ、うん、もう引退、アウトアウト、はい、わかりました、それはじゃあもう何かしら決めますそれかもう決まんなかったらもう言われた名字、言われた芸名にするって、もう我々が決めた芸名でやる、まあ、そうですね、そこまでこんだけ時間かけて自分でできませんでしたったら、うん、あ、じゃあもう俺ら決めちゃうから、どんなのでも受け入れる、うん、なんか方法とかってでも自分で決めちゃうの、なんか投票とかにするの、え、いや、何が、なんかいろいろ候補見つけたら、そのツイッターかなんかで1週間ぐらい投票してもらって、まあ一応ありますよね、そう 4つぐらい候補入れて、うん、じゃあもうそろ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 決めますか。嫌ならいいんだよ。僕のせいで。でも一応確認した時には、はい、でも変えたいなとは言ってたじゃないですか。あ、そうですね。なんか気持ち大事よ。いいやつが。いい人がいればみたいな感じ。ご縁があれば。つかんないやつ。そうか。そうなんですよ。いやでも、うん、ね、それがちょっとひょっとしたら起爆剤になる可能性も、うん、全然ありますよね。そうですね。コレカライダーはどうするんですか、これから。コレカライダーはこのままコレカライダーですよ。はい。ずっとこれからなんですね。ずっとこれからですよ。さて、辿り着く先なんかないんですよ。人間がね、常に探求していかないといけない。やっぱりね。あ、うん、あ、そう、進んでも。進んでも進んでも、辿り着かない。これが人間の奥の深いところ。進んでるんですね。進んでます。進んでるんです。ます。進んでるんで、進んでます。何やってギャグみたいな。ライダーさんのギャグ。進んでます。進んでますか？進んでます。絶対だから。なるほどね。はい、お前あれこの間なら大丈夫だ。進んでる？進んでます。できた。できた。いいな。急にできるんですね。できるね。進んでる感ないもんね。だから進んでます。確認して取りながら。ちょっと進んでる、ちょっと進んでる、面白いなこれ、うん、あ、歩みはカメだけど、ね、やってますか、ちゃんとやってるはいるんですね、そうか、そうか、はい、いやちょっとね、うん、これから進めていきますんで皆さんよろしくお願いいたします、ありがとうございます、はい、また来月、ありがとうございました、バイバイ、ライオンマン2つ聞いてね